それではご登場いただきます、ファイターズガールの皆さんです。清宮幸太郎選手、そして今シーズンからキャプテンを務める西川遥輝選手などが在籍しているチームです。はい、そしてそんなチームを盛り上げる私たちファイターズガールは、パフォーマンスを通して球場を盛り上げたり応援することはもちろん、北海道のいろいろな町にお邪魔し、パフォーマンスを盛り上げたり幼稚園、保育園などの施設訪問を行っております。そんな中でファン、地域の皆様との交流を大切にし、ファイターズの魅力、そして北海道の素晴らしさを伝えていく活動を行っております。そして本日もこの会場内にはたくさんのお客様が集まってくれています。ありがとうございます。ありがとうございます。ですが海外からのお客様もたくさん集まっていられるということで、はい、私の方から英語でご挨拶させていただきたいと思います。はい、お願いします。 Hello everyone!Thank you for coming to the Sapporo Snow Festival. We are Fighters Girl, which is an official cheerleader of Hokkaido Nippon Ham Fighters. Have a good day! はい、ひなのありがとう。そして、ファイターズには台湾ナミゴモンキーズより移籍をしてきたワンボロン選手が在籍をしているんですけれども、札幌ドームにもいつもたくさんの台湾の方がお越しになって応援してくださっています。ということで今日はせっかくですので中国語を使ってご挨拶してみたいと思います。はい、お願いします。我们是北海道リーベンフォートリードゥスティドゥドララジーフォートリーハイ。出しましたかね。ありがとうございます。よなら練習しました。練習したので伝わってくれてると嬉しいですね、はい、そしてそんな私たちのご挨拶が終わったところで、ここ皆さん雪まつり会場今年も楽しんでいらっしゃいますか。いかがでしょうか。ありがとうございます。ここ八丁目雪の HTB 広場では今年の大雪像のテーマがウポポイとなっております、はい、ご存知の方も多いと思いますが知らない方もいると思いますので私からご説明させていただきますと、はい、2020年4月24日北海道白老町ポロトコ藩にてアイヌ文化復興のナショナルセンターウポポイが誕生いたします。はい、
そして皆様から向かって右手側にあるこの雪像は日本初そして日本最北の国立博物館として建設された国立アイヌ民族博物館があり、そして皆様から向かって左手側にあるこちらの船は板尾チップと呼ばれるアイヌ民族の方々が使用されてたという雪像となっております。なるほど。そしてなんと私たちの後ろにあるこの大きな雪像はアイヌ民族の村を守る神として知られるシマフクロウのコタンコロカムイが今年の大雪像となっております。はい、まだまだ会場内にはたくさんの雪像が展示されていますし、夜にはライトアップもされてより一層綺麗な雪像をご覧になることができますので、皆様最後まで楽しんでいってください。ですが、まずはこのお時間ぜひ足を止めて私たちのステージにお付き合いいただけると嬉しいです。今シーズンファイターズガールは総勢23名で活動をしていますが、本日はこちらの6名で会場を盛り上げてまいります。ありがとうございます。皆さんぜひ寒いですが、はい、暖かくして最後までお楽しみいただければと思います。はい、さあそれではお待たせをいたしました。次のナンバーに早速行ってみたいと思います。皆さん楽しんでいってください。
市は2月1日より沖縄県名護市にて春季キャンプが始まりました。そして2月29日にはオープン戦が始まり、3月20日にはいよいよプロ野球が開幕いたします。ありがとうございます。今シーズンこそはリーグ優勝、そして日本一を目指して皆様と喜びを分かち合えるよう私たちも全力で応援していきますので、皆様もぜひファイターズ選手へ熱いご声援よろしくお願いいたします。それでは今シーズンのファイターズの優勝を願って最後にこの2曲をお楽しみください。それではミュージックスタート。